新曲夏休みフィーチャリングスクールボーイを7月17日にリリースすることが決定した。本楽曲は2017年当時10歳だったエディーボーイがスクールボーイ、スクールボーイ名義でラッパーとして活動をしていた頃、夏休みの自由研究で制作した楽曲のラップをサンプリングし、スカイハイとエンジニア、トラックメーカーシミフロムフザービーツ DOC によるプロデュースユニットソースキーが構築したビートと成長を遂げたエディーボーイのラップが融合した現在と過去をクロスオーバーさせたサマーチューンとなっている。エディーボーイとしてデビューし着実に実績を積み上げた彼が7年前の自分に対して送るリリックとノスタルジックなビートが相まったエモい楽曲となっている。さらに本楽曲のリリースを記念して渋谷パルコ10階のカミューンで夏休みの自由研究をテーマにした展示会エディーボーイズヒアの開催も決定している。リリース情報デジタルシングル夏休みフィーチャリングスクールボーイ2024年7月17日水曜日リリース展示会情報エディーボーイイズヒア開催期間2024年8月2日金曜日8月4日日曜日まで場所渋谷パルコ10階カミューン住所郵便番号 107-0062 東京都渋谷区宇田川町15-1 10階